ギュンター・シュペヒト、ギュンター・シュペヒト、ガンサー・スペクト、1914年11月13日から1945年1月1日は、ドイツの軍人、第二次世界大戦期のドイツ空軍におけるエースパイロットとしてその名を知られる。シュペヒトは、1939年初めに、飛行隊の ZG-26 に配属された。この部隊は、 当初、メッサーシミット BF-109 を装備していたが、後に、メッサーシミット BF-110 に改変された。1939年に、シュペヒトは、英空軍、RAF のビブ重手の攻撃で負傷しかためを、失ったが、実戦部隊に復帰し、戦争中に6度撃墜された。1939年に負傷から回復すると、シュペヒトは、実戦部隊に復帰したが、 フランスで再度撃墜され、重傷を負った。この負傷により、以後2年間を地上勤務に回されたが、1942年にで、実戦任務へ復帰した。後に、第 E 飛行隊 EJG11 の飛行隊長に任命され、少佐に昇進した。その後、JG11 の戦闘航空団司令に任命され、の一環としてとの連合国軍基地を攻撃中にとなった。 シュペヒトは、中佐に市を昇進し、白洋付騎士鉄十字勲章に推薦された。シュペヒトは、戦争期間中で最良の戦闘騎士機関の一人と考えられていた。騎士鉄十字勲章を授与され、前期が西部戦線での戦果である34機の敵機を撃墜した。シュペヒトは1914年11月13日に、プロイセン王国のフランケンシュタイン、 フランケンスタイン、現在のポーランド、で生まれた。背は低かったが勢力あふれる人柄で、額のすぐ上の髪の毛が灰色になっていることが特徴であった。シュペヒトは、任務においては、高い意識の完璧主義者であり、部下にも自身の高い基準についてくることを要求した。1939年遅くに左目を失ったが、JG11、第五飛行中隊長によるとシュペヒトは、 鷹のような目を持ち素晴らしい射撃手であった。シュペヒトは詳細な書を作成していた。シュペヒトの登場機に描かれていた個人エンブレムは自身がデザインしたを鉛筆が貫通したもの、有力鉛筆で、負傷後には皮肉なコメントが入れられた。このマーキングはシュペヒトができれば操縦したいと望んでいた。空飛ぶ鉛筆という異名を持つドルニエル17を 衣装化したものかもしれなかった。1944年4月の勲章授与後の JG11 時代に登場した単発機にはエンジンカバーに緑色のスピナーと騎士十字が描かれた。シュペヒトは女性の存在が注意力を散漫にさせると考えて舞台の基地への立ち入りを許さなかった。苦悩家によると ある時、シュペヒトの妻が夫に会いに、E.J.G.11 の基地を訪問したが、シュペヒトの命令により、衛兵詰め所に留め置かれ、衛兵からの電話の取り次ぎを拒否した。その代わりに、クノオケに、戦争が終わったら二人だけの時間を持つつもりであるか、個人的な予定は遠慮するように、という妻への伝言を頼んだ。しかし、シュペヒトは、戦争を生き延びることができず、 ヨーロッパ終戦の5ヶ月前に戦死した。E.JG11 の指揮官になるとシュペヒトは参加するすべての作戦で部隊を引き、作戦終了後にその詳細と分析を記した報告書を作成した。間もなく、シュペヒトは最も信頼のおける編隊長の一人であるという評判を得て E.JG11 はにおいて最良の戦闘機部隊の一つと評されるようになった。 1943年8月17日に、シュペヒトは飛行隊を率いてから現撃に上がり、アントウェルペン近郊でのボーイング B-17 を発見した。オイペンデが引き返すまでの30分間攻撃を控え、続く半時間で爆撃隊の60%が撃墜された。シュペヒト自身は、この戦闘で2機を撃墜し、16と17機目の戦果を記録した。 1944年9月11日に、シュペヒトと JG-11、本部飛行招待は、第2、e、飛行隊 EJG-4 シュトゥルムと EJG-4 の混成飛行隊を率いていた。シュペヒトの手腕により飛行隊は所属の34機の B-17 に対抗する位置につき、護衛のノースアメリカン P-51 戦闘機が到着する前に15機の B-17 が、 撃墜された。シュペヒトは一機の P-51 を撃墜した。1939年8月末の、まやかし戦争初期に注意であったシュペヒトは、第26駆逐航空団、ZG-26 の第3飛行隊に配属されていた。1939年9月29日に、RAF の11機のハンドレページ、ハンプ電中型爆撃機がヘルゴラント島近くに、 武装偵察を実施した。強力な6機の一辺隊は2隻の駆逐艦を攻撃したが失敗に終わり、JC カニンガム少佐が率いる5機の爆撃機は、シュペヒトの部隊に迎撃された。5機すべてが撃墜され、シュペヒトは最初の2機の戦火を記録した。1939年12月3日にとの基地から出撃した RAF の24機の ビッカース・ウェリントン爆撃機がヘルゴラント島を攻撃した。IZG-26 はその他の BEF-109 の部隊と共に迎撃に上がった。シュペヒトは北海上空で一機の爆撃機に攻撃をかけたが、ウェリントン機のビブ重視の反撃を受け顔面に重傷、追い、機体を海上に不時着水させた。この怪我が元で左目の視力を失ったが、この障害にもかかわらず、 実戦任務に復帰した。結果的にシュペヒトは戦争中に6度撃墜されることになった。1940年5月23日に、シュペヒトは RAF の3機のスーパーマリンスピットファイア機を撃墜したが、後部重種、無戦士と共に負傷し、被弾した機体を、カレー、フランスとブローニューイコールシュルイコールメールの甲に付じ、着させた。シュペヒトの怪我はほぼ2年間実戦任務から、 遠ざかるほど重傷であった。怪我から回復するとシュペヒトは IZG26 の本部将校に復帰した。当時の蒸気は U8BB の飛行団識別士とシュペヒト自身がデザインした翼を持つ鉛筆の本部飛行隊のマーキングをけていた。1941年10月31日にシュペヒトは NJG1 の訓練飛行隊の飛行隊長に任命され、デパイロットの夜間戦闘機への転換を指導した。後の夜間戦闘機エースパイロットも教え子の一人であった。シュペヒトが走発機を操縦したのはここでの飛行が最後であった。1年後に訓練飛行団が夜間戦闘機学校、第1夜間戦闘学校、第2位飛行隊に再編されるとシュペヒトは、 メンヒエングラートバッハに、駐留、1943年2月にへ移動し、フォッケウルフ FW190 を装備する、実戦部隊の第1戦闘航空団、第10飛行中隊、10、JG-1 に転属した。1943年2月26日に、シュペヒトは、初のアメリカ陸軍航空軍、ソフキである、B、B-17 を撃墜した。5月14日に、 シュペヒト隊は JG-11 に転属し E-JG-11 の飛行隊長になった。JG-11 は上空を担当する新設の昼間戦闘機部隊であり E-JG-11 は BF-109G グスタフを装備していた。JG-11 に配属されるとシュペヒトは着実に重爆撃機の撃墜記録を伸ばし1943年6月25日の JG11 での5期目の戦果により、合計撃墜数は12機となった。シュペヒトは、1ヶ月後のハンブルクにある、ブロームウント、ホス社の有望と文化ートハノーファーにある、コンチネンタル社の工場、ノルトハーフェン、ノードホフンを目標にした、光週間と呼ばれる、爆撃の最中にも1機を撃墜した。1943年10月4日に、シュペヒトが率いる E。 j g 1 1 e JG-11 とヘルゴランド戦闘中隊ジャスタヘリゴランドは23機編隊中4機のコンソリーデッド B-24 リベレーターを撃墜し、その中の1機はシュペヒトの戦果であった。その当時の比較的弱体な BF-109 の防弾装備によりシュペヒトはだんだんと危険な目に遭うようになってきていた。 1943年末の時点でシュペヒトの戦火は14機の重爆撃機を含む24機となり、シュペヒトは重爆殺死の専門家の一人となっていた。シュペヒトは1943年に17機を撃墜した EJG11 内でも最多の戦火を挙げていた。1944年2月11日に EJG11 はフランクフルトへの攻撃から帰還する。 敵後衛戦闘機と交戦し、シュペヒトワのリチャード・マクドナルド、リチャード・マクドナルド将尉を撃墜した。マクドナルド将尉のノース・アメリカン P-51、プレーン・ジェーン、プレーン・ジャーヌは、近郊に墜落した。9日後に、シュペヒトは、上記の BF-109G の機械的不具合によりに不時、帰した。3月15日に、E、JG-11 は6名の戦死者。 二名の戦勝者と発揮の損耗を出し、と、シュペヒトは六週間の作戦不能状態を宣言して、その期間に急速と戦力の補充を行った。1944年4月8日に、シュペヒト少佐は、西部戦線での31機の戦火で、騎士鉄十字勲章を授与された。E、JG11 がまだで、戦力回復中に、と、シュペヒト少佐は、航空団本部、へ。 訓練担当指揮官として配置変え取り、第52戦闘航空団、JG52 から転属してきたギュンターラル少佐が公認となった。1944年5月15日に、シュペヒト少佐は負傷したヘルマングラーフの後を引き継いで、JG11 の戦闘航空団司令に任命された。7月に、シュペヒトは、再度富士着手頭部に負傷したが、傷の痛みにもかかわらず、 戦闘任務を続行した。オランダへの連合国軍の空挺攻撃であるマーケットガーデン作戦中に JG-11 はシュペヒトの2機を含む22機を9月22日に撃墜した。4日後のシュペヒトはデーフェンテル近郊で RAF の2機のカ火台噴機を撃墜した。1945年の元日にドイツ空軍は陸軍の攻勢の支援を受けて フランス、ベルギー、オランダ内の連合国軍の飛行場へ、低空から攻撃をかけるを発動した。JG11 の攻撃目標には、祖父のコードネーム Y29 とアシュの北野にある RAF の飛行場を割り当てられた。アシュには、366トン HFG と 352FG が駐留し、オプホーフェンには A 130とのが駐留していた。 この作戦で、シュペヒトは、飛行服の代わりに勲章をつけた、清掃の制服を着用していた。JG-11 は、ダルムシュタットイコールグリーズハイム、ゼルハウゼントに駐留していた。この作戦には、I、JG-11E、e、JG-11FW190A9 と E、JG-11BF190 の65機が動員され、シュペヒトは FW190A-9。 WKNR205033 黒4機に登場した。午前8時30分に離陸すると、アシャフフェンブルク上空で、先導のパスファインダーを務める2機のユンカース188と共に集結した。集結するとシュペヒトは、前期に攻撃開始までは高度まで上昇し、目標地域ではを飛行するように命じた、366トン HFG の リパブリック P-47 の数機はすでに離陸しており、35セカンド FG の P-51 はまだ滑走路上にいた。攻撃側の変態は対空砲火により分散され、何機かのドイツ機は撃墜された。P-47 と P-51 は JG11 を相手に大戦火を上げ、JG11 は行方不明のシュペヒトと、 その他の幹部将校を含む約25名のパイロットを失った。シュペヒトの死を取り巻く状況には混乱が見られた。メルビン・ペイズリー、メルビン・ペイズリー将尉と両機のデーブ・ジョンソン、デーブ・ジョンソン順位は36シックスの P-47 に登場しており、ジョンソンは反撃を受け搭乗機が激しく破損する前に2機のドイツ機を撃墜した。脱出して、 アシュ近郊の平地に着地すると撃墜した BF-109 が近くに胴体着陸したので、ジョンソンは借りたオートバイで見分しに行った。機体は完全な状態であったが、パイロットは死亡していたので、ジョンソンはパイロットの身分証明書と拳銃を基地に持ち帰った。身分証明書によるとそのパイロットは、中佐の階級であったが、実際それは、アウグスト・エンゲル、 オーガスト・エンゲル中佐のものであった。ドイツ側の記録でシュペヒトが登場していたのは BF-109 ではなく FW-190 であったことが確認されるとジョンソンの主張は覆され、さらに当時のシュペヒトは少佐であったことを考慮するとジョンソン戦果はエンゲル中佐であったことになる。シュペヒトは公式にはマーストリヒト上空で行方不明とされ、現在に至るまで発見されておらず、 校射砲に撃墜された可能性もある。シュペヒトは、中佐西市昇進式指鉄十字勲章に、白楊の追加を推薦されたが、実現しなかった。シュペヒトは17機の銃爆撃機を含む34機の敵機を撃墜した。その前機が、西部戦線での戦火であり、うち15機は4発爆撃機であった。ディブ楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。